バーテルミーデック、バーテルミーデック、ファンエークもしくは、デック、1420年頃から1470年は、初期フランドル派の画家。画家としてのキャリアの大部分をフランスとブルゴーニュで送り、宮廷画家、装飾写本作家だったと考えられている。デックが画家として活動したのは1440年から1469年頃である。 現存している作品が疑いなくデックのものとして資料から裏付けることはできないものの彼は当時の主要な芸術家として現在の作家らによって称賛されそして数多くの重要な作品が彼の作品だと一般的に認められている特に多くの専門家に絵画 X の自体告知と装飾写本ルネガンジュの自動書の制作者はデックであるとされてを他に ベリー校の意図も豪華なる、自動書にも関係していると考えられている。デックは、ヤンファンエイクと関係があると考えられるが、記録としては残っていない。デックの義父は、織物商人で、アンジュ校、ルネナンジュに従ってナポリそして南フランスへと移住ている。母親は1460年に死去しているが、ドイツのイドリア、ユードリア、エクスターズ、ディ・アレイモニア、 という名前だったという記録が残っている。しかしながら、プロバンスの人々にとっては、ドイツのという言葉は、前例ネデルラントのと同義であった可能性が高い。ヤン・ファン・エークの兄弟ランベルト・ファン・エークも、ヤンの死後、プロバンスで活動していたと考えられている。研究者の中には、デックとヤンの作風が似ているため、親族でもあるヤンの工房で修行したと考えているものもいる。 1430年代には、フューベルとヤンロ・ファン・エーク兄弟が制作に携わり、後世に火災に遭い、大部分が消失した装飾写本、トリノイコール・ミラノの自動書の現存しているいくつかのミニアチュールは、デックの作品とされている。1440年のブルゴーニュ・コー・フィリップ三世の文献に、バーテルミーと呼ばれる画家が、ディジョンで活動していたと記録されており、 この画家こそがバーテルミー・デックではないかと考えられている。後に、デックの主要なパトロンになるルネ・ダンジュは、フィリップ三世と争い、当時は、フィリップ三世への領収だった。1444年までにデックは、南フランスの X イコールアンイコールプロバンスに在住しおり、当時の一流フランス人がカンゲ・ラン・カルトンと法的に正式な契約書を交わして、共同作業をしている。 1441年から1445年の制作日付が入っているアクスの自体告知はデックの作品であると広く認められている。三連祭壇画で現在は X イコールアンイコールプロバンス、ブリュッセル、アムステルダム、ロッテルダムに散逸して保管されている。変異翼は2枚に切断されているため4箇所となっている。この作品はデックギフの求めで描かれたもので、 ディジョンで活動していた初期フランドル派の画家、ロベルト・カンピン、ヤンファン・エイク、彫刻家、クラウス・スリューテルや、ナポリの画家コラントニオ、の影響が見られる。X の受体告知は、ヤンファン・エイクが以前に描いた、ワシントンのナショナルギャラリーに所蔵されている、受体告知などのよう、非常に複雑な雰囲に満ちた作品となっている。1456年の制作日付の入った、 見事な肖像画、ウィーン、リヒテンシュタインコレクション肖像とキリストの卓形を描いた断片、ルーブル美術肖像と共に組み合わされていた祭壇画で、デックが描いた現存する唯一のパネル画と考えられている。デックがキャリア後期に残した作品は、ほとんどが装飾写本で、ルネガンジューの求めによって制作されたものだった。ルネガンジュー。 1409年から1980年は、アンジュ公ルイヨの次男に生まれ、1435年にナポリ王となったが、後にアラゴン王アルフォンソ5世に敗れ1442年に王位を追われている。ダンジュがナポリ王となった時に、デックもナポリに移住することになった。このことが、デックの作品がナポリで有名となった理由で、コラントニオや、 アントネロ・ダメッシーナのようなポリ在住の画家たちの作品に影響を及ぼすようになった一員である。自身の領地であるフランス南部やロワール渓谷で過ごすのを好んだ男獣は詩や絵画などの際にも恵まれていた。現在ではデックの作品であるとみなされている装飾写本が過去には長い間男獣の手によるものであると考えられていた。現存する記録によると 1447年頃からデックは芸術家並びに金字ポントラエバーレットでショーンブラやアンジェを訪れた。1447年から1449年にかけてデックのアトリエは男獣の資質の隣にあり、このことは男獣との間に緊密な信頼関係があったことを示唆している。デックの記録が最後に現れるのは1469年である。当時は 年俸と共に三人の召使いあるいは助手三頭の馬を支給されていた。デックが少なくとも1476年まで存命だったことは複数の証拠によって確認することができる。デックの作品ではないかとされてい装飾写本の中にニューヨークのモルガンライブラリーが所蔵する自投書があり、この自投書の作成にはアンゲライ・カルトンも関わっている。 カルトンは他にも大英図書館が所蔵している、ルネ・ダンジューのロンドン自動書ザ・ロンドン・ワーズ・オブ・レネ・オブ・アンジョーに5枚のミニアチュールを描いている。これらの自動書は、ディジョンで旅修となっていた、ダンジューの境遇と密接に関係しており、自動書に関する書物を表しているジョン・ハーさんは、ダンジュー自身がミニアチュールのスケッチを着、デックに仕上げさせたのではないかと考え、デックは、王。 男獣の巧邁なアイディアを忠実に解釈することができる二人とはいない十分に信頼できる有能な友人であり、おそらく共同で芸術芸術活動を行ったのだろうとしている。最もよく知られているデックの装飾写本は、ウィーンのオーストリア国立図書館に所蔵されている1460年から1470年の作成年度が入ったリーブル DUQ は D、アムールエスプリト、 t シットで、それぞれ、デックの手による16枚と7枚の挿絵で装飾されている。リーブル DUQ は D、アムールエスプリは、宮廷を舞台にした宮印に,に満ちた物語で、これを描いたのはまず間違いなく男獣だと考えられている。この写本にはさらに29枚分の挿絵のスペースがあるが、ここに描かれる予定だった挿絵は、他の写本に流用されている。 これらの挿絵はデックよりも技術的に劣る芸術家が手掛けているが、デックのスケッチを元にして描いたとされている。デックの光の表現方法は非常に優れており、16枚の挿絵のうち4枚が夜で、その他は夜明けや夕暮れを描いた優れたものとなっている。もう少し初期の作品の同じく男獣が文章を書き、デックが挿絵を描いたでは、 珍しいことに用紙に、テンペラではなく、紙に、水彩で描かれている。多くの美術師やが、15世紀中頃に、ベリー公の糸も豪華なる、自動書に挿絵を追加した、影の画家マスター・オブ・ザ・シャドウズと呼ばれる画家は、デックであると指摘している。この自動書は1419年に、依頼主のベリー公と挿絵を描いた、画家リンブルク兄弟が死去したため、 その後、長い間未完成のままになっていた。当時この自童書は男獣が所有していたと考えられている。9月の暦に男獣の居場で1460年代の大部分を過ごしたソミュールの上官が描かれており、この部分を影の画家が描いたとされている。他に3月、10月、12月の暦にも影の画家が大部分、あるいは一部分を描いた挿絵がある。 影の画家が描いた空間の奥行き表現は、リンブルク兄弟よりも優れており、この表現はデックが描いた、写本差し絵の顕著な特徴の一つである。影の画家が描いた人々の肖像は、その身体描写が洗練されているとは言えないのに比べ、特に老夫の表情が際立って個性あふれるものとなっている。ベリー校の糸も豪華なる、自動書の中で、これらの暦に描かれた情景と、 もしかしたら、セイ・グレゴリーの更新プリセジョン、オブショートトングレゴーリーに描かれている顔だけが、デックの作品であると考えられ、他の多くの差し絵は後世に、フランスの装飾写本作家ジャン・コロンブが描いたものとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。